登場しているチームではやはり東ドイツが断然の強さを発揮しています。ツムラー入り技、ここも何気なくしますが難しいんだそうですね。そうですね、正面水平立ちです。このジャンプは高さ大きさ、後方の倒立回転ブリッジから後転跳び、片足で立つことが要求されています。ちょっと短いですね。フィニッシュは後ろ一歩、東ドイツのツムラー。昨年の世界選手権ではミス体操を組める美人コンテストで、うん、ドブレと激しく争ったんですが、はい、そうですね、魅力的な選手ですね、この大会でも各国のファンを引きつけそうですね。ここから降りですけど、着地っていうのは前に出る方がまだ印象的には違うんですね。後ろに下がるというのは回転不足という。なるほど。